トーマス・ハッチは、アメリカ合衆国オクラホマ州タルサ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のトロントブルージーズ所属。2016年の MLB ドラフト3巡目で、シカゴ・カブスから指名され、プロ入り。契約後、この年は、マイナーリーグの試合に登板しなかった。2017年、参加の A 級マートルビーチ・ペリカンズで、プロデビュー。 26試合に先発登板して5勝11敗、防御率4.04、126奪三振を記録した。2018年は AA 級テネシースモーキーズでプレーし、26試合に先発登板して8勝6敗、防御率3.82、117奪三振を記録した。2019年も AA 級テネシーでプレーした。二千十九年七月三十日に、 デビッド・ヘルプスとのトレードで、トロント・ブルージェイズへ移籍した。移籍後は、A 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツでプレー。移籍前を含めた2球団合計で27試合に、先発登板して6勝13敗、防御率4.12、127奪三振を、記録を記録した。オフの11月20日に、トリプル A 級を経ずに40人枠に登録された。 2020年7月26日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。先発登板し2回1、3を無安打無失点に抑えた。8月21日のレーズ戦では9回裏にリリーフ登板し1回無失点に抑えるとチームは延長タイブレイクを制したため MLB 初勝利を収めた。2021年7月26日のレッドソックス戦でシーズン初先発した。 ありがとうございます。